こんばんは、神田間です。本日はですね、急遽一人飯ね。何作ろっかな。もう一人ご飯だと何も作りたくないんだよね。こないだ一人飯でイエーイってなってた時のテンションとは違う。今日ちょっとミーティングが立て続けてすっごい疲れた。皆さんもお疲れ様でございます。食材も全然ないやないかーい。何食べる。これ蓋した方が節約になるよって教えてくれた方ありがとうございます。え、そばないじゃん。うどんかこれ。うどんにしまーす。揚げれればいいや。しめじピンと合ってる。鶏胸がここに余ってるけど解凍するのめんどくさいな。まあ、いっか、しめじだけで。とりあえず皆さんお疲れ様です。はい、乾杯。しみる。もう沸いてきてる。やっぱ蓋すると早いんだね。熱が逃げないからかな。うどん、おどん。寒い。しめじ、どん。で、6分くらいだべ。6分、スタート。私の恋は南の風に乗って走るわ。恋が南の風に乗って走るのか。いいね。みんな生きてます？コロナ生活になって、まあ失われたものも大きいけど、得たものも大きいというか、でもやっぱり早くみんなと会って、ハグをしたいですね。わーって、みんなと騒ぎたいよね。なんか私YouTube 始める前、俗に言うパリピンみたいな生活をしてた身なんですけど、今多分、久々に行ったら、またハマっちゃうと思う。もう人恋しいよ。友達恋しい。あ、呼ばれし。なんなんね。さあ、マスクだって。パーン。では、ここから、神田間のうどん作り。うどんと今、しめじが入ってますね。で、ここに納豆を入れまーす。ニンニクゼロ、おかずラー油。この S&B のね、これが一番美味しい。大量に。なんか、やりすぎてさ、うどんができたの忘れてた。というわけで、私のうどんはですね、海苔で全く見れなくなっておりますが、うどんに納豆、そしてしめじが入って、食べるラー油の上に韓国海苔、ぶっかけ韓国海苔、乗せました。完成！いただきまーす。どん、どどん。普通にまずそうじゃね。まあいいや。基本もう1週間のうちの9割方って例え方おかしいね。7分の6は家にいるのね。なのになんかやっぱ家の中でもちゃんと水分取んないとバテちゃう。クーラーつけてれば OK っていうのはね、違ったみたい。でもこの間リモートワークしててさ、あっちって思って、その土日とかもさ、普通にパソコンでさ編集作業とかするからさ、気づいたらビールを片手に持ってて、違う、平日、今平日って思いながらミスっちゃったよね。はい、いただきます。うまっ。うどんの中に入ってた。さあ、最近ね、ハマってんのが、昔のドコモの絵文字。これね、懐かしいの分かります？これに、私の周りみんなでハマってて、たびたび神田間劇場では話にあげんだけど、全略プロフとか、あと、プロフィール帳みたいなさ、書いてもらうやつとか、プニプニシールとか、ペンとかもそうだけど、なんか平成の時代ってそういうもの、なんか特徴的なのあってさ、今の時代ってさ、全部さ、SNS コンテンツになっちゃってるけど、そのアナログ的な面白さっていう、まあ全略プロフは SNS だけど、ミクシーとかね、その懐かしさにみんなで浸ってるの。
去年私が会社の仕事を優先してずっと日々過ごしてて、ずーっともうなんか残業も当たり前だし、もうとりあえずこれを調べ尽くしたいし、なんとかして形にしたいと思って動いてたんだけど、ちょっと暗い話になっちゃうかもしれないんだけど、それで睡眠時間も削ったし、食事もね、まあ一時の私の動画見ててもらえればわかると思うんだけど、そばだけとか焼肉丼みたいな感じ、まあ焼肉肉焼いて食べるだけとかで全然栄養バランス考えてなかったのね。そしたら生理がストップしちゃったの。ごめんなさいね、食事中に。でもこれの最近の神田間劇場の動画 90% オーバーの視聴者さんが女性だから、ちょっとどうしても言いたくて、本当にね、睡眠と食事ちゃんと取らないと女性って月経止まっちゃう。そう、ちょっとね、真面目な話でちょっとらしくないんだけど、なんかそういうのもあるから、なんかこう働き盛りの女性とか、今若くしてすごいダイエットしてる人とか、食事と睡眠はちゃんと取ってほしい。うん、ふふふふふふ、思わず笑っちゃった。会社の LINE で打ち間違えちゃって、ちょっと恥ずかしい。あー、笑う。なんかなんだかんだ私がここの会社にいちゃうのって、まあムカつく人もいっぱいいるけど、結局そこの勤めてる会社の人が好きだからなんだよね。いや、なんか今日しんみりかよ。しんみりか。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。